テスラの株価が暴落する中、EV 遅れてると言われるトヨタ株が高騰。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。あれだけ、EV に力を入れてないトヨタはオワコン。これからはテスラとバイドの時代と言われていたのに、その明暗がはっきりと分かれた。テスラなんか、決算発表で特に言い訳というか投資家を納得させる。対策を発表しなかったから、投資家がお怒りのようなのよね。EV を推進しない企業はオワコンとは一体何だったのか。やはりマルチパスウェイが正解だったのか。てなわけで今回は、やっとトヨタが正しかった。株価暴落のテスラは利益見込めず、EV 進めないトヨタオワコンとは何だったのか、ゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まず、前半は2024年テスラの悲惨な状況を話し、後半に反面トヨタ株価高騰の話をしていくぜ。かしこまり。それにしても、テスラの成績はひどかったわね。なんだったら、テスラの内ゲバとかあるからな。その最たる例が、イーロン、マスク CEO に8兆円の報酬は巨額すぎると、米テスラの株主が訴えている話。2024年1月31日、アメリカの裁判所は、電気自動車メーカーテスラの、イーロン・マスク CEO の報酬プログラムを無効とする判断を下し、裁判所は、マスク氏が報酬プランが取締役会で承認されるまでのプロセスを支配していた、などと述べ、報酬をめぐる意思決定の過程に問題があったと判断したな。うわぁ、この後も揉めそうね、いろいろと。だろうな。そんなことしてる場合じゃないのにな。そんでテスラ本体の話なのだが、世界の電気自動車市場は今、厳しい価格競争により新しい、ステージに突入しているが、テスラの業績が伸び悩んでいることが問題なのだ。あんなにイケイケどんどんだったのにね。まあ、理由はわかりきってるけど。そう、中国勢による EV の価格競争に勝てていないのが現状だ。テスラに暗雲が立ち込めるきっかけは、1月25日、ニューヨーク株式市場でテスラの株価は前日比 12.1% 下落したこと。この原因には前日に発表があった、テスラの2023年10月から12月期決算の内容が嫌気されたからだと言われてる。営業利益は、前年同期比 47% 減の20億6400万ドル1ドル148円換算で約3050億円だった。テスラの先行きに懸念を抱く投資家は増えたようだ。そりゃ前年対比でそんなにマイナスになったら、嫌気もさすわなぁ。なんでこんなことになったのか、背景にはさっきも話したガバイブなど中国の EV メーカーの台頭がある。バイブは EV の販売価格を積極的に引き下げ、急速に世界シェアを高めているのは周知の事実だろう。値下げ競争の激化により、テスラの収益性は悪化し、今回のような決算に至ったわけだ。しかも、EV 全体の販売数も鈍化傾向になったからね。アーリーアダプターに行き渡ったから、こっからは値段がもっと安くなり、インフラが整備されないと、なかなか普及するのは難しそうね。その普及させるために、アイスに対し色々と各国はデバフをかけてるんだけどな。今後、当たり前だがテスラを取り巻く事業環境の厳しさは増すことが予想される。中国政府の産業補助政策の追い風もあり、バイブや車載用バッテリー世界大手の CATL の価格競争力が脅威となる。一方、テスラはコストの高い米欧で生産能力を強化する必要性に迫られており、車載用バッテリーの製造技術の確立も急務だ。今後さらに業績が悪化すると、テスラは、世界が注目するマグニフィセント、セブン、アマゾン、ドットコム、アップル、メタ、プラットフォームズ、アルファベット、マイクロソフト、NVIDIA、テスラの米7社から脱落する懸念さえある。価格で勝負するのかスペックで勝負するのか、どちらにしても技術的に今の EV は限界に近い状態よね。テスラじゃないといけない理由ってあまりなくなったし。見事、過酷な価格競争に巻き込まれテスラが落ちぶれてしまったようだ。2023年10月から12月期、テスラの、モデル3や、モデル Y などの生産台数は前年同期比 13% 増の、494,989台、販売台数は同 20% 増の 484,507台だったが、売上高は前年同期比 3% 増の、251億6700万ドル約3兆7000億円で、23年7月から9月期の売上高が同 9% 増だったのに比べると鈍化した。世界的な EV シフトを背景に、生産と販売台数は伸びたものの、価格下落の影響により売上の増加ペースはそれを下回った。しかも台数吐くために、安売りを敢行したわけだしね。そうなるべくしてそうなった。価格下落の背景には、バイブや上海汽車 NIO など中国の EV メーカーの値下げ、構成があるが、中国では不動産バブル崩壊による個人消費の低迷、EV 販売補助金の、
終了などに対応するため、多くの自動車メーカーが EV 販売価格を引き下げている。EV は、製造コスト全体の3割程度を車載用バッテリーが占める。バイブや CATL のコスト構造が低いのは、中国政府が工場用地を供与し、産業補助金などで生産能力の増強を支えてきたからだ。中国内では販売補助が終わって EV スタートアップ企業の多くが倒産した。こともあり、バイブなど主要メーカーの値下げ余地は大きい。まあ、中国も中国で本当に経済大丈夫か問題があるから、手放しに喜べないでしょうね。バイブが値下げ攻勢を強める一方で、テスラは一部機能をアップグレードして、値上げ競合モデルとの差別化を行い、対抗した時期もあった。しかし、消費者の支持を増やすことは難しく、結局テスラは値下げを余儀なくされた。こうして、世界的に EV の値下げ競争は激化するばかりだ。最近、バイブはドイツの EV 販売補助金の終了に対応するため、値下げを発表した。これに伴いテスラも、ドイツなどで販売する、スポーツタイプ多目的車 SUV の、モデル Y の価格を最大 9% 引き下げている。まさに、泥沼の値下げ合戦。いいぞ、もっとやれ。そんな低迷をしているテスラなのだが、その隙に値下げ攻勢を強めたバイブは、23年10月から12月期においては、テスラを抜いて世界シェアトップの EV メーカーに躍り出た。専門家が、カット、スローと、コンペティション過酷すぎる競争が、起きていると危惧するほど、EV の値下げ競争が止まらないようだ。私は、君が潰れるまで、EV の値下げを、やめない。スタイルね笑。さすがにそこまではしないだろうがな。一方、原価の引き下げは一朝一夕にはいかない。値下げに拍車がかかると、どうしても企業の収益性は低下することとなる。また、米国では GM やフォード、韓国の現代自動車なども EV 投入を強化している。このことからも23年10月から12月期、米国の EV 市場でテスラのシェアは前年同期の 58% から 51% に低下。EV 市場はもはやブルーオーシャンではなく、レッドオーシャンに変化してしまっている。よほどの差別化ができないと、安い EV があるのに高額な EV を買おうなんて思わないよね。しかも、テスラめっちゃリコール出しまくってるし。テスラにとってこのうまくない流れを変えるため、23年11月に新モデル、サイバートラックの出荷を開始した。当初、テスラは車載用バッテリーについて、新しい製造技術を用いる方針だったが、製造コストを従来の 50% 未満に抑え、より小型で、脱炭素などにも対応した新型バッテリーを自社で生産する。それをサイバートラックに搭載し、年25万台の供給を目指した。しかし、テスラはこの新型バッテリーの基幹部品である電極を、中国企業から調達すると、報じられており、新型バッテリーの製造技術の実用が、同社の想定通りに進まなかったようだ。中東情勢の緊迫化によってタンカーの運賃が急速に上昇しているため、多くの追加コストが発生している。そして、中国製のものを使う場合は、EV の税額控除から除外されてしまうというね。売上高の減少、人件費の上昇も含む米国での生産コストの上昇、さらには、想定外のバッテリー調達コストの発生により、テスラの収益性は低下した。23年10月から12月期、売上高から売上原価を控除した粗利益は、前年同期比 23% 減の、44億3800万ドル約6600億円に落ち込み、粗利率は 6.12 ポイント低下し 17.6% となってしまった。もうこれ、マグニフィセント、セブンからの脱落もあるんじゃない？可能性はゼロではないな。期待の新モデルだったはずのサイバートラックの生産台数は、年間2万数千台レベルにとどまりそうだ。中国事業の難しさも増す。米中対立の先鋭化、安全保障への懸念から、中国でテスラの乗り入れが制限される場所が増えている。一方、米国や欧州諸国の政府は、中国製 EV による過度な価格競争を懸念している。中国からの輸送距離が長いため、脱炭素に逆行するとの批判も出ている。そのためテスラは地産地消体制を強化して、主要先進国の EV 需要を確保することが急務となのは言うまでもない。サイバートラックもこれはこれで、いろいろと不具合が報告されてるし、何より人間の指をぶった切る機能がついてるから笑える。米欧では労使対立が激化している。また、レアメタル調達をめぐる鉱山の権益獲得競争も熱を帯びた。テスラにとって、中国や欧米市場での販売増加ペースが鈍化する一方、コスト増加圧力は高まるばかりだ。そうした状況下でも、テスラの先行きに強気な主要投資家はいる。創業者であるイーロン、マスク氏が生産能力強化のために大胆な行動に出る、と期待しているからだ。とはいえ全体としては、テスラの今後の業績を慎重に考える投資家が多い。それは、年初来のマグニフィセント、セブンの株価から確認できる。
今後、テスラの株価はますます不安定になる可能性が高い。新モデルの生産が想定通りに進まなければ、マグニフィセント、セブンからの脱落も現実味を帯びる。それは同時に、米国の株式市場全体に変調をきたす可能性もあるはずだ。2024年はテスラ試される年になりそうね。さて、まず前半のテスラについて、ヤフコメ民たちの見解を見てみよう。シェア争い価格競争国の補助金政策 EV 関連の記事内容ってどうやってよい。車を作るかではなくどうやって金を作るかが主流になっている気がする。かつて日本の家電メーカー同士が似たような争いを起こして挙句の果てに、国内の工場を閉鎖する羽目になった過去に重なって見えてしまう。EV 生産に関わっている方たちには申し訳ないが売ることしか考えてない。車には思い入れができないし手に入れたいとも思えない。良い車を作りたいと思って作っている EV メーカーが出てくることを期待する。お金持ちの間でのブームだったテスラ。ブームって飽きるのも早いからね。EV って価値と価格のギャップが大きいし、不便さや品質の不透明感も大きいし、何よりも環境には。優しいどころか逆に環境悪化につながるしね。石油や石炭の消費拡大、タイヤ粉塵増に伴う PM2.5 の拡大等々。今後は EV 需要は高止まりし、ハイブリッド中心からの水素車拡大じゃないかな。サイバートラックなんて、あんな不格好なものを実際の道路で走らせるにはかなりの勇気が必要だ。テスラ社に対する近未来的な良いイメージがどんどん毀損されていく中、珍奇なものを見る一般人の視線に耐えられるかどうかが問題だ。まあ、10年後、20年後に、昔、実際に販売されていた珍妙な車ベスト10なんかで取り上げられてそう。EV のマイナス面を取り上げる記事が増え出した。重い、高い、充電速さ、走行距離、公共電気の浪費、未来の車になれる証が何一つないのに、節操のない中国のパフォーマンスやら車素人のマスクらの行動に、惑わされて乗り遅れまいと必死になっている国内メーカー幹部の焦り、片や冷静な社員の戸惑い、画期的な蓄電方法の見通しでもない限りやがて熱は冷めていくと思われる。一時の有効で手を出した EV 車。時が経つほど維持費の高さと修理代の高さが判明して、挙句の果て、値下げでもしないと売れなくなり、将来性はない。結局トヨタの選んだ方向性が世界のリーダーとなるのは目に見えてほがらかだと思う。おやおや、みんなテスラに優しい言葉をかけてあげないのね。って厳しい。日本人は日本の気候に EV は合ってないのと、インフラ整備でどうせ我らの、税金が使われるから、あまり面白く思ってない人が多いんじゃないかな。しかも、現状だと試作段階と言ってもいいようなスペックの重たい、走らないって EV が多いからね。選択肢として鼻から除外してる人は多そうだ。ということで、次は後半のトヨタの話を見ていこう。トヨタ自動車は2024年3月期の営業利益を前年比 80% 増の4兆9000億円に上方修正すると発表したわけだ。従来予想は4兆5000億円だった。営業利益は達成すれば、日本企業で初めての水準となる快挙。トヨタグループでは、ダイハツ工業やトヨタ自動織機などで認証制度をめぐる不正が相次ぎ、出荷停止などの影響が出ているのだが、販売が好調なことや、為替が想定よりも円安に推移していることが業績を押し上げているのが現状。ただ、後ほど足かせにならないかどうかは不安材料があるわね。だが、これまでの成績は売上高に当たる営業収益は前年比 17% 増の43兆5000億円、純利益は同 84% 増の4兆5000億円と好調。従来予想は43兆円、3兆9500億円で、いずれも従来予想から引き上げた。さっきのテスラとは全く逆の方向に行ってて笑える。片や EV 推し、方や全方位戦略と。また、先ほど発表した2023年4月から12月期の決算は、営業収益は、前年同期比 24% 増の34兆227億円、営業利益は2倍の4兆2402億円とのことだ。ただ、さっき霊夢も言った通り、一連のトヨタグループの不祥事が今後足かせになる可能性は十分ある。トヨタの宮崎副社長は2月6日の決算発表で、北米を中心に値引きをせずに販売ができた、と好業績の主因を分析しつつも、昨年12月以降、ダイハツとトヨタ自動織機で新たな認証不正が相次いで判明。ダイハツは一時、国内外で生産している全車種の出荷を停止した。このため、トヨタはグループの国内販売について、24年3月期の、通期でダイハツを中心に20万台減少すると見込んでいる。しかも、こっからさらに増える可能性も十分に考えられるからね。リコール等を含めて、宮崎副社長は不正による業績への具体的な影響額については説明を避けたが、出荷停止の長期化や取引先への補償が膨らんだ場合、影響は一段と拡大する見通しだ。
不正を調査した第三者委員会は、いずれもタイトな開発スケジュールが不正の背景にあると指摘した。これを受け、トヨタは今月、工場の稼働時間の上限を原則30分短縮する取り組みに着手。今後、新型車の開発スケジュールの見直しも検討する。宮崎副社長は、仕入れ先も含め、人手不足の中で無理も出てきている。と述べた。現状、グループの仕組みをどうにかしないと、また同じことの繰り返しな気がするしね。確かにこういう足かせ要因はあるが、今回このようなトヨタの好結果になった。要因としては、やはりハイブリッドの存在を抜きには語れないな。アンチトヨタはいつまでお前らはハイブリッドにしがみついてるのだってディスってきたのにね。そうだな。カーボンニュートラルの本命と目されたベブに力を入れるメーカーが、多い中、HEV や PHEV にも注力するトヨタはここ数年、いつまでハイブリッドを作り続けるんだ、などと言われることが多かったのは事実。しかし、数値的なところを見るとこの9ヶ月間のトヨタレクサスが世界で販売した、790万8000台2023年4月から12月の9ヶ月間のうち、HEV は264万6000台を占めている。構成比は 33% と、前年同期の 27% から5ポイントアップ。対してベブは、8万7000台だった。トヨタの宮崎陽一副社長は、北米、欧州、中国を含む全ての地域で HEV の比率が上がった。まだ現実界としてハイブリッドが受け入れられている。と記者団に語ったという。数値からもやっぱり、ハイブリッドでよくね。って思う人が一定数いるってことよね。じゃなかったら HEV よりもベブの方が売れるだろうし。そうだな。さらに前年に比べ、HEV は100万台程度の需要増を見込んでいる。ただしトヨタのスタンス的には、HEV だけではビジネスはできない。とし、ベブや FCEV を含むフルラインアップを用意する方針に変化はないと強調。どのタイプに実需が来ても応えられる構えで臨む。としている。そしてこの件について、一部のネットユーザーの声としては次のようなものがあった。世界初のハイブリッド市販車を世に送り出したトヨタはやっぱりすごいと思う。初代プリウスから確実に進化している。当時から、ハイブリッドはつなぎの技術と言っていたようにバッテリーや、車重、回生システムなど、発展途上の技術も多数あり、今でも続いている。EV が流行り出したのは需要からではなく政治的要素や後発企業が参加しにくい業界での利権絡みだということ。ユーザーはそれに気づいてきたのでしょう。もちろんこれからも技術は発展し、EV 車も進化、インフラも整っていくでしょうがまだ時間が必要かと思います。一括りにして、ハイブリッドと言われるが、実は燃費面ではメーカー格差も大きい。もちろん商用化、トヨタはさすがに強く、他にも追随しているメーカーもあるが、ハイブリッド技術が、熟成しきれず、リッターあたりの燃費がトヨタの半分程度しかならないメーカーも実はある。もちろん燃費以外の価値を感じ、購入される消費者もいるという判断だろうから、それを否定はしない。いずれにせよ、EV でなければ車にあらずと言わんばかりの政策はどうかと思う。発電時での原材料、排気ガスを考えれば、EV が本当にカーボンニュートラルなのかも疑問がある。当面はハイブリッドでしのぎ、真の意味でのカーボンニュートラルと言える車の開発を急ぐのが冷静は判断だと思う。原材料絡みで、リチウムイオン利権で EV を国策として伸ばしたくて仕方がない国、日本から自動車生産の覇権を奪いたくて仕方がない国に振り回されないことだ。ハイブリッド車の復権では白 EV の凋落だと思います。EV が消費者から求められていたわけでなく、政治的な思惑で作られたニーズだったということだと思います。補助金による見かけの価格、シャレにならないバッテリー交換コスト。ここからは想像でしかありませんが、EV の中古市場が形成できないのではないかと思っています。バッテリーの価値が見てわからない、交換にもう1台購入できるコストを考えると、一定の、信頼を保証するシステムが開発されない限り、レモン市場、再びになるだろう。どう考えても、今の段階だと HEV の方が便利だものね。そりゃ、表面上は環境が、とか言うけど内心は HEV の方がいいって人たくさんいそう。ちなみに、トヨタグループの結果については、電装を除く6社が当期増益だったようだ。トヨタ自動織機、トヨタ紡織、トヨタ合成の3社が売上高と各利益段階で過去最高を更新。電装と愛信、JTEC と愛知製鋼は売上高が過去最高だった。最近話題に上がっていない電装なのだが、通期の売上高を、上方修正したが、品質関連費用の計上で各利益段階を下方修正。愛信も同様の理由で各利益段階を下方修正した。電装の松井副社長は、品質こそが電装の根幹、原点に立ち戻る、と決意を表明した。電装さん、マジで頼みますぜ。今、燃料ポンプ問題やばい広がってるんだから。
また、愛信の伊藤副社長も、認証や品質に限らず現場の困りごとを聞き、点検と風土改革の両輪で改善を進めている、と話している。あれ？伝送のやらかしは覚えてるけど、愛信はなんかやらかしたっけか？愛信は2023年12月21日、トヨタ自動車が米国で約100万台をエアバッグのセンサーの問題でリコールした、ことを受け、愛信米国会社で製造した製品が搭載された車両でリコールの届け出が行われたと発表しているな。そういえばそういうこともあったっけ？そんな中トヨタグループ各社の収益面での懸念事項の一つが、23年12月に認証試験の追加不正が明らかになったダイハツ工業向け事業、伝送の松井副社長は、売上高で23年12月に20億から30億円減、24年1月から3月期は170億円減を見込む、とした。1月29日にエンジン認証の新たな不正が発覚したトヨタ自動織機向け事業の影響については、各社ともに、見えていないところがある。正常に戻ることを期待する。とした。果たして、このままダイハツ問題は新しい爆弾が出てこないのかしらね。さて、以上が明暗を分けたテスラとトヨタの結果だったが、トヨタのこの話にはヤフコメで、1000件以上のコメントが集まっていたので、その中で共感が多かったものをいくつか紹介する。そりゃ円安で国内流通より海外輸出を優先させているんだから当然でしょ。今回の不正も下請けの低コストや開発へのスピード感を優先させたりした末路でしょ。会長はすごくいい人面を世間にアピールしているが、こういうところへの言及は少ない。まあトヨタも商売だから利益主義は仕方ないけど、しっかり下請けや孫請けなど末端まで潤うように調整してほしい。それができてこそ世界一の称号でしょう。トヨタが海外に主軸を置くことが気に入らない勢がいるみたいだけど、日本のメディア、政府ともにトヨタを目の敵のように扱ってるがために、ブチギレさせて、本社を、海外移転するぞ。って発言までさせていることにまず反省すべきだと思うのよな。日本生まれの企業、日本の会社ってことに強いアイデンティティと国の経済を支える屋台骨としての責任を持ってやっている企業にそんな仕打ちはないやろって個人的には思う。金額自体が大きいことに加え、利益率が 10% を超えているのも驚くに値する。日立やソニーなど、ハードからソフトへの転換を進めて利益率の改善を図っている企業は多いが、今なおハード中心でここまでの利益率を出しているのは、さすが日本を代表する企業である。ただしその裏では、厳しいスケジュールの下で不正に手を染める関連会社があることも報じられている。利益はしっかり労働環境や研究開発環境の改善に注ぎ、名実ともに日本を代表すべき企業となってほしい。関連会社だけではないでしょう。数百万人が関わる自動車業界賃金の面で見てお世辞にもいいとは言えない。安くて良いものをトヨタに吸い取られ続け30年間賃金が上がらない象徴とも言うべき業界となっています。利益が一部の企業に集中し日本全体が疲弊している象徴と言えます。トヨタは仕入れ価格を 10% 程度、無条件で上げるべきですね。さすが日本を代表する企業、儲けが多いのは良いことです。でも、トヨタみたいな輸出企業が儲かっているのは、円安政策のおかげで、その円安政策の、せいで多くの消費者は今まで買えていた金額で物が買えなくなっているわけです。つまり、国民の協力があっての輸出利益なわけです。しっかり納税して、国民生活に還元してほしいです。私たち日本人は国策で大企業を強くする代わりに、幅広く負担を強いられてるんですよ。例えば、消費税は国民から少しずつ吸い取ってるが、輸出企業はなんと払った消費税を返金してもらえる。そして消費税率が上がるたびに法人税は下がってきた。大企業が税金を多く払って還元してほしいと思うのは何もおかしなことはないと思いますがね。今時そういうからくりも知らないで、トヨタはすごい。貧乏小市民は文句を、言うな。って情弱かな？大企業のために市民がどんどん貧しくなってるんですけどね。下げた法人税を少しずつ元に戻してほしいですね。トヨタって販売は好調で利益を出しているのかもしれないけど、企業グループで不正があったりで企業としてのあり方に疑問を感じる。去年車検のタイミングで車を買い替えたところ、納車が車検の、タイミングに間に合わずに2ヶ月近く遅れての納車だった。新車の納車が遅いと言われてたので3ヶ月以上前にオーダーしたのに、半年近く遅れての納車だった。先日一部の部品のリコールのハガキが届いたので、ディーラーに連絡すると最短でも2ヶ月待ちだった。なんとなく車販売自体がトヨタに最適化されて、トヨタに無駄の、内容になっている反動が、下請け会社や消費者に付けが回っている気がする。トヨタって目先の数字しか見ていない大企業病に見えてしまう。このように、すごいことにはすごいが、今一度、生産体制とか見直さないと、今の問題は解決しないぜって話だな。
すごいけど、ダイハツ問題とかそこら辺のせいで、手放しに喜べない感じがするわね。そして最後は、底辺の集まりでもある5チャンネル民が、このトヨタの好成績についてどう思ってるのか見て終わりにしよう。どうぞ。円安ブースターも良いだろ。庶民犠牲にして輸出企業優遇はそろそろやめてくれ。少し円高にするだけであらゆる輸入品が安くなるから庶民は助かるんだよ。もう限界だぞ。知らない世代は、そもそもない方が良い。すげえ社員はみんな年収800万か？整備士はめっちゃ安いで。そもそもディーラーってのはトヨタから販売権利を購入した地方の企業が大半だろ。トヨタ直営のディーラーなんて数えるほどしか残ってない。整備士の給料が安いのはその地元企業のせいだろ。アメリカ、トヨタと日本経済を潰してやる。株時価総額は年間純利益の15倍ぐらいあってもおかしくないからな。時価総額なんて投資家の期待値だからな。今は落ちぶれたサムスンですら、世界一になったことがある。最近連発する不祥事見る限りどんだけ下請けから吸い上げてたんだろうな。サムスン栄えて国滅ぶとか笑ってたのも今や昔だわ。日本は特定の会社に国の経済は依存してないから。財閥解体して、本当に良かったと思う。電通、へ？こりゃ明日以降トヨタ大暴落だな。不正による損失をすべて来期に持ち越しちまった。また環境破壊企業としてこれから世界で不買運動が起こると予想される。ホルダーは逃げるなら明日の寄りが最後のチャンスだろうな。円安で国民が損してる分儲けてるトヨタ。トヨタの機関工は給料高いから、国民に還元されてるけどトヨタの社員にならないと恩恵は受けられないな。円高でもデフレ悪化してんだから日本人には損だよ。インフレできない国になったのは火力のせい。EV とは？ EV やらなかったのが利益が出た理由だろうな。そもそも今円高にしようとしたら金利 4% くらい上げないとダメなんだろ。無理だな、他国みたいに急なインフレ起きてるわけではないし。金融緩和止めれば上がるよ。止めないから投資家が様子見してるだけかと。円安がどこまで行くのか先が見えないからな。そこが見えれば一番安い時に円を大量買いすれば雪崩を打ったように円高になって、大儲けできるけど、今は誰が養分になるのか基金レースの状態だ。トヨタですら時価総額たった50兆円だもんな。世界展くらいのテスラでさえ1兆ドル超えてるというのに、テスラは50兆ドルに減ったぞ。EV が苦戦し始めた。間違えた、5000億ドルだ。金ないやつは、トヨタの機関庫をやればいいのに。今なら入社祝い金60万もらえるみたいよ。期間限定だから今年の利益を税金引かれる前までの3月31日までかな。あれ普通に落ちるからな。試しに応募してみれば。すげえな、売上43兆とか。日本の GDP 13分の1か。トヨタ潰れたら日本死ぬな。だから、いろんな勢力が必死でトヨタを攻撃してる。原材料の高騰は下請け。円安の負担は庶民へ。未だに商用化が幅を利かす会社。トヨタの発展で本当に日本は豊かになってるのかね。トヨタ下請けから絞り取っているという人いるけれど、下請けは日産系やホンダ系の方が潰れたり、新興国メーカーに買収されている。トヨタ系部品メーカーは経営が安定しているところが多い。仕事が切れなきゃ潰れないからな。まあその辺の会社よりよっぽど給料いいしな。下請けいじめがああいうけど、あそこら辺がいじめられてるなら、まともな下請け企業この国から存在しなくなるわな。よくもまあトヨタに飽きないな世界は。世界最高ハイブリッドエンジンと、世界最高品質の最終出荷管理。それに、万人ドキュンに完全に受け入れられてるデザイン部門。プリウスとか今何年待ちか知ってるか？負ける要素がない。あんなにリコール出しておいて。リコールは、製造設計の間違いを認めるという立派な行為だけどな。子会社では試験データ改ざん。タイマーエアバッグとか前代未聞。ダイハツの不正だな。担当者はクビでいいと思う。あれも結局トヨタからの圧力のせいだろ。開発期間早めろとかとんでもないモンスター親会社。平成元年にはトヨタの上に7社も日本企業があったという事実。平成元年とか何十年前よ。今中国企業が同じ状態だな。国営のクソ NTT とアホ東電と外資系と今は合併しまくった銀行だらけじゃねえか。ここまで来るとトヨタは国営にした方が良いかも。職員の給料を半分にして純利益10兆円にして国策の財源に充てる方が国益になると思う。共産主義のような妬み全開のバカみたいな発想。今の自民党、日銀がやってる政策こそが共産主義だろ。国営にしてまともだった企業って、あったか？欧州はトヨタ潰しで EV に舵切ったら、欧州市場を中国の EV に荒らされまくりという。実は EV は環境に悪いとか言い出して、また方向転換するだろうな。自社株買いして150円上がったの？市場に任せてたらダイハツ問題で全く上がってこないから痺れ切らしたの？日本の株、絶好調。
政治がうまくいってる証拠ですね。純利益が5兆円近い会社が50兆円。めちゃめちゃお買い得だよ。ダイハツ問題とか不祥事で空売り入ってるんだろうな。かわいそうに焼き豚になってる。日本株 ETF を中国人が資金移動させてるのもあるしな。日本株 ETF なんて、絶対トヨタ入ってるし。時価総額53から54兆円すげえわ。まあ世界一の自動車企業で1年で4兆5000億稼ぐ企業なんだから、むしろ今までが低すぎたというだけのことかもね。テンセント抜いて射程圏内のサムスンどころか TSMC とテスラにも追い抜くかも。下請けを泣かせて食う飯はうまいか？トヨタがなかったら民主党政権の時に国内下請けは全滅してたぜ。トヨタは国内300万台は死守してたけど、ホンダや日産は早々に韓国や中国に下請け仕事を投げてた。まあ派遣取りたいバカ欧州が EV。EV 言い出した時点で知ってた。なんであの連中日本やアメリカ締め出すのに自分の首締めるギャグやるんだろう。国単位で見たら日本はドイツの半分くらいしか自動車メーカーの売り上げシェアないやん。EU、わしガソリン車禁止なんて言ってないが。普通は通貨が成長するからこういうのはほぼ毎年過去最高を更新するべきなんだけどな。一個前の日本企業の最高益って何年のどこ？去年のトヨタ、ホンダ、EV シフトするとかいう以前に N ボックスしか売れない現状なんとかせや。EV に負ける。からの、過去最大販売数。時価総額側からの、日本最高時価総額でテンセントに勝つ。不正側からの、営業利益情報修正。お前らと顕著はいつトヨタに勝つん？経済を犠牲にしてトヨタだけを勝たせて何の得があるんや。具体的にどう経済を犠牲にしてると、さすがに利上げとか言うなよ。利上げでマイナス受ける企業が9割やぞ。さすがにそんな大事発言したら苦笑もんやからな。でもお前らは円安で損してるよね。電気代は値上げ、食料も値上げ、スマホも値上げ。悔しくないんか？ガソリン車大好き豊田章男のせいで日本のメーカーが EV に参入しなかったのに、海外の車メーカーが結託して日本潰そうとしてたとか言い張ってるわ。何を考えてるのかマジで理解できんわ。そいつらも EV の前はガソリン車で飯食ってたんだぞ。ホンダとか騙されて全力に EV に振ったから手遅れになってるじゃん。不正とか関係ないんだね。この決算は不正の出る全文だからね。アメリカ利下げするだろうから待っとけよ。で消費税下げて法人税上げろ。外事権もめん、輸入して売ってるから利益なんて出ない。原料費上がってるから意味ない。現実、めっちゃ儲かりました。外事権もめん、給料は円なんだ。誰か外事権もめんの通訳してくれ。アメリカもヨーロッパも1時間あたり賃金でしか見ないのに日本だけ1人当たり賃金で見るから話がややこしい。老人の再雇用増えまくり、週休3日や副業推進しまくりで、労働時間減りに減ってるのに1人当たりの賃金なんか増えるわけないやろ。アメリカは実質賃金上がってる。日本は落ちてる。それだけで十分だろ。アメリカと同じように時間あたりの賃金なら日本も実質賃金は上がっとるで。みんなの円安での物価高がトヨタの利益になりました。法人税も 40% から 20% でウハウハ。輸出で消費税も戻ってきてウハウハ。自民党公明党は輸出企業のために。そういえば消費税の輸出分の差し戻しって、その部品を作った下請け企業にちゃんと戻されるんか？消費税申告しろ。消費税は払いすぎなら戻ってくるし、もらいすぎなら納税してチャラになる。今電装の部品とかでいろいろやらかしてる影響ってのはいつ頃決算に現れてくるの？その分値上げするから影響はない。一方テスラ社長、EV は鈍化、勝負ついたな。で、アジア最強のサムスンに勝てんの？サムスンはもうソニー以下だよ。わら、サムスンが営業利益で24年ぶりソニーを下回る。韓国メディア、日本企業に復活の兆し。サムスン営業益 85% 減23年通期。韓国サムスン電子が9日発表した2023年12月期の連結決算速報値で、営業利益は6兆5400億5約7200億円と前の期に比べて 85% 減だった。半導体市況の低迷で同部門が大幅な赤字に陥り、15年ぶりの低水準にとどまった。ヒョンデの利益はサムスン以上だから。サムスンの話してんのにいきなりわろた。まあいいや、じゃあいつもお前らが言ってきたことを聞いてやろうか。わら、で、時価総額は？現代さんの時価総額を言ってごらんよ。トヨタの半分くらいはあるのかな？いつの時代の話してるのか知らんが、アジア最強どころか2023年は7200億円しか利益ないよ。トヨタの6、7分の1でソニーより下回った。1ドル100円に戻ったら、一気に業績は悪化するけどな。そうなったら一気に GDP 上がってドイツ超えるわら。円安輸出企業だけが栄える。庶民は物価高。円高輸入製品は安くなる。輸出企業の倒産ラッシュ。失業率増大。ちょうど良い塩梅が良いねん。1ドル110円前後ぐらいがちょうどいい。
なんで電装の燃料ポンプの不要はホンダが叩かれてトヨタは叩かれないの？トヨタの国内生産比率は3割くらいだったはず。国内から輸出したらもっと激しく儲かるぞ。車がどんどん高くなってるのは、自動運転とか衝突防止の先進機能でバカ高くなってるらしいよ。エアコン標準、エアバッグ、パワーウィンドウ、今は何でも標準だからな。そりゃ在庫にかかる費用や面倒を全部下請けや行動に押し付けて、その果実だけは収奪してんだから利益になるわな。他社も真似してやりまくってるのに利益しょぼいのは情けないな。皆さんは今回のトヨタとテスラの明暗についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。